ですね。すぐ近くなのかな。もうすぐ近くっぽいんだよな。ちゃんと地図見るよ。あ、もうちょい通り沿いに行った方がいいんだ。はいはいはい。はい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 。ああ、そこにノートがあるね。そう、口のノートか。なるほど。ノートいっぱいあるって。うん、地図で見たとき、なんかローソンのある先の交差点をみたいな感じのイメージだったけど、そういうことだ。そことそこにローソンがあるって、あ、まあ、神戸ですから。あら、お世話でローソンいくらだってありますよ。ああ。案外、電話機関ないですね。あれ、交通機関なんでね。まあ、あちこちに、と、いいんじゃないかと思ってましたけど。それはちょっと偏見にも程があったか。ちなみに、姫路駅でね、土産物になるのかな？なんか、あそこなんで、なんかすっげえうまそうな話が出しようかな。そう。あとね、何買ったっけ？ペコパ。ペコパ。なんでハングルで書いてあるのかもうよくわからんけど。こういうのもやってますよ。この辺りは、あ、コタクか。はいはいはい。なんかでかい信号なんだけど。あ、で、それが、こういうことね、同じ。ローソンがこっちにあって、その先に行く道に。一緒の構造なんだ、ここへ。ああ。一瞬間違えそうになったわ。あ、こういうのをするみたいなと、買ったものの話とかをね、これが AI でどれぐらい処理できているのかやけど。で、一回渡って右に渡った方がいい、あ、左に渡った方がいいみたいですね。ローソン。ちなみにあんだけしか電車来ないんですけど、ちゃんと電車なんですね。架線が張ってあるんでね、そう。だって、あの本数ならね、もうその時間ずっと止めとくんやったら、もう架線で張らんと。はい、でもそうなもんですけど。踏切は、特になんか、表示ないんだな。へー。大体何々踏切みたいなあれがあるけど、大体ね、笠松通り踏切。あ、その先のが笠松通り踏切かな？あ、そこに書いてあるっけ？あ、読めねえよ、あんなところにあっても。あんな中央分みたいにど真ん中に置いたんだ。ここは、第3。で、キュービー。あ、ゆうパック、懐かしいゆうパックのマークある。で、その先かな？ここよりももう一つ先で曲がった方がいいのかな？ここは何だ？でかい。ドーム？ホールがあるね。すごい。なんて600円だって。え？いくつぐらい買ったかね？
680円、安っ。いいな、そういうのがさ、近くにあるといいよな。まあ、うちはね、どうしても、だいぶ地方ね。今ね、いるところが基本、いなべ市の方にいるんでね。なかなかね、そういうね、ところがね、パッと入ってるとかなくてね。ここは、スーパー。おぉ。朝日や知らね、全日食系か。あるんだ、全日食。へぇ。全日食地味に実はチェーンストアとしては店舗数多いですからね。こういった一店舗だけやってる個人経営に近いようなところとか、2、3店舗とか4、5店舗ぐらいのね、サプライチェーンのところが結構、わっと集まって、連合と組んでやってるやつなんで、実は結構集まってるんですよね。確か、暮らしモアとかよりも確か、シェア率が高いんじゃなかったっけな。そんなことは言っといて、八丁堀。